機動戦士ガンダム水星の魔女めちゃ楽しみ。ってことで今回はこのアニメの監督小林宏さんについての話をしていきます。この監督が以前に作ったアニメは2つあって、まず1つ目はキサネとマサタンってやつ。まず当時の感想がこちら。まあかもなくかもなくって感じでしたが、女性主人公そしてロボットというアニメなんです。水星の魔女も女性主人公そしてロボット、これは期待できますよね。このヒソネとマサタンでできなかったこと、やりきれなかったことを水星の魔女で監督がやってくれるんじゃないか、そんなことを考えちゃいます。このアニメは女同士のやりとりが上手くて、しかもそれぞれのキャラが立っていた印象です。特に恋と絡めて内面をうまく描いていました。で、もう一つは絆愛は、これの感想がこちら。まあこれもかもなくかもなくって印象ですが、やっぱり一番心に残ってるのはサブキャラがメンバー入りする時の話で、女同士で意識してそれを拒絶し、そのことで友達が死んでしまう。それをずっと引きずっていたが、実は相手はずっと恨んで何回なかったって話。まあ6話7話で展開されてたんですけど、そこがめちゃ良かった。そしてこれも女性主人公の今作で生かされるのではないかと期待しちゃいます。しかし問題があって、この2つのアニメは脚本の岡田美里って人がやってて、この人女同士の関係を描くのめちゃ甘いんですよね。だから監督の技量っていうよりこの脚本のおかげってこともありえます。ってことでやっぱり始まるまでわからないってことです。以上、機動戦士ガンダム水星の魔女のお話でした。